かったけど。ミディアムレア美味しい。そう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 。だって早い方がいいと思うことやね。だってさ、やだやだ。大学時代の生活は寮生活ですか、一人暮らしですか、どっちですか。明治は寮生活です。4年間ですか。4年間。スポーツ推薦の人はもう基本的に中大もそうです。そうですよね、うん、あ、え、4年間ですか。4年間。なんか僕は1年間は寮、なんかサッカー部の寮じゃなくて、なんか医学部いたり、うん、いろんな学部いたりする寮で、で2年から一人暮らしです。はい、一人暮らしってもう何でもいいの。何でも、自分で決めていいってこと。家は。あ、全然。まあ、そうなんだ。それはもう全然自由です。なんで寮自体は1年間ですけど、なんかサッカー部だけの寮じゃなかったんで、また違うっすよね、多分。そうなんだ。また雰囲気違うね、それ。全然違いますね。それも決まりなの、その2年からは絶対、ね、一人暮らしですか。そうっすね、もう2年から入れないんだ。あ、そうです、そうです。え、他の部活いなかった寮。全然いました。あ、違う、前に聞いてない。あ、俺に聞いてないですか、うん、あ、俺ですか、うん、え、いないですね、もうサッカー部だけの。切り替え、えぐ。明治の寮知らないですか。知らない。え、来たことない。来たことはないですけど、話聞いた。聞いたことある。カーテンだけっていうやつ。そうです、もう本当めちゃくちゃボロいし、うん、なんか本当もう外から見たらこれ寮なのかなっていう。あ、そうなの。はい、プレハブっていうか、こう2階建てなんですけど、本当にあれ寮って感じですもんね。うん、何人部屋？8人。8？8、8、8、16っす。16？ はい。16人で同じ部屋に住むの。そうですね、部屋なんかもう本当通路あって、うん、僕は8人目あったんで、2段ベッドがこう1個1個4つ置いてあって、真ん中に通路があるような。やばいね。もう本当それで明治辞めるやつもいるぐらい、その寮とかそういう環境を見て来ないやつもいるぐらい、すごい。そこに4年間。そこに4年間です。うわ、きついな。最初はやっぱすごい大変ですね。4年生が神様でしょ、だから。そうですね、気はやっぱめっちゃ使えますよ。洗濯物とかしてた。洗濯物はみんな自分たちです。各自。はい、俺らやんなきゃダメだったよ。あ、1年生がですか。そう、俺も寮だったけど、俺も4人部屋で1、2、3、4年生1人ずつで、はい、でその通路があって、2段ベッドがあって、そう、もうカーテンだけ、はい、だからそこしかない、自分のスペースは。プライベートそこだけですか。そこだけ、だからベッドだけ。それの奥に机があって、まあ、一応勉強してくださいみたいな。その部活のほとんどが入ってたから、はいはい、他の部活も、はいはいはい、そう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 。だから、いや、お風呂もあれですか、いろんな部活の風呂とか。やばかったよ。ああ、そうっすよ、ね、やばい、マジで。本当にお風呂は、はい、いっぱい人数が入れるようにでかいんですか。で、あの深いの。だから座って入ると座って入るとさ、幅取るじゃん。立って入る。だから立って入れるように深いの、この辺まである。それでみんな立って入ってくる。だから相撲部とかが来ると、マジでやばい。大学生活で楽しかったこと。いや、楽しかったこといっぱいあるな。てか、なんかいろいろ学べるよね。社会勉強いっぱいできない。上下関係もそうだし、うん、人間形成の人間関係の部分はね、すごいすごいこういいというか、いいよね。大学でしかやっぱりこう得れないものが、うん、でお金も多少持ってるしさ、そういうなんか、はい、外に出た時飲食店とかも行くじゃん、はい、そういう時のさ、なんか下のやることとかも学べるじゃん、はい、ね、確かに。そういうの先輩が教えてくれるから、すごい、うん、すごいそういうのはいいなと思う。バイトとかしてた？え、してない。禁止した。バイト禁止でした、明治は。禁止？はい、そうなの？しましたよ。してたよ、俺。何してた？めちゃめちゃ気になるんですけど。俺は蕎麦屋と。その体で？どういうこと？そんなに打つ人が蕎麦屋って。いやいやいや。別に打つわけじゃないですもんね。打つわけじゃない。あ、厨房ね。厨房とか。いや、厨房で、あの、蕎麦屋。蕎麦作って、茹でて。茹でて出してた。で、その後ステーキ屋でもやったし。見合うな。ホールでやってたよ。焼き加減とか聞いてた。ミディアムレア多いっすね。そうそうそう、ミディアムレア多い。本当に。いや、バイト結構面白かったよ。いや、いいっすね。経験としてやっぱしといた方がいいっすよね。そうそうそう、
接客業だったし、はあ、うん、恥ずかしくないですか何が例えば友達とか来て、うん、あ友達と来たら別にいいか、全然恥ずかしくない、何にも。何ですか、恥ずかしいって思ってることが恥ずかしいんじゃないの。あ確かに、いやあんま意味わかんないあんま意味わかんないですけど。じゃあ入ってみたいなと思った部活やサークルはありましたか。大学の時サークルはあったでしょ。サークル入りたいと思ったサークルですか。サークルだって超楽しそうだったじゃん。俺なんか、まあなんか、え、サークルがない。多分サークルだない。どんな大学。いやもうガッチガチの。10点割れてもうスポーツってか、もう全部レベル高いんで、めちゃくちゃオリンピックとかもすごいし、もう本当にスポーツ中心の大学なんだ、はい、もうだって体育大学だもんね、どっちかって。医学と大学、そうっす。もう明治は違うでしょ。明治は全然違います。もうえキャンパスライフ楽しめなかったでしょ。そうですね。でもしかも基本やっぱサッカー部のやつらといるじゃないですか。そうだよね。しかもジャージだしね。そうなんですよ。だから周りも関わりにくいっていうか、そんな感じで見られてたと思います。いやそうだよね。俺もマジでキャンパスライフを楽しみたかったっていう後悔がすごい。でもゼミ入ってないですか。ゼミ入ってない。入ってないですか。僕ゼミ入ってない。入ってたんで。入ってない。ゼミ入んなくてよかった。卒論卒論は書いたと思う、確か。え、書くんですか、ゼミ入って。なんか書いた気がする。え、書かないと卒業できないっすよね、卒論。いや、ゼミ入ってなかったら卒論。でもなんか書いた気がするよ、長いやつそうっすか、合ってますめちゃめちゃ長いだからマジでね、キャンパスライフ楽しみたかったな。オレンジデイズをずっとその時見てたから俺は。はいはいはい。知ってる、オレンジデイズって。ドラマの題名は知ってます。見たことない。え、ドラマ見たことないの。オレンジデイズってなんすか。ええ知ってますよ。大学のさ、キャンパスライフを中心に描く、はいはい、どういうドラマか知ってますけど、恋愛ドラマ。あれめちゃくちゃ面白かったんだよ。であれ見て大学生超楽しそうだなと思って行ったら全然違う思い描いたの。思い描いたと全然違いました入りたいサークルあったっていうか、楽しそうだなと思ってずっと見てた。本気じゃないですもんね、なんか遊びなんで。ゆるいっすもんね。で旅行とか行ってたじゃん。行ってました ね。サッカーサークルとかもさ、すっげえ女のマネージャーとかいっぱいいるじゃん、はいはいはい。なんだそれってマネージャー20人ぐらいです何やってんのマネージャーって。ほんとサッカー部でガチでやってるマネージャーがかわいそうになる。ショウは常にボケてます。いやほんとすごいですね。いやショウすごい。しかもそのボケが結構高度なボケで、めちゃめちゃ多い。何言ってるか分かんない時もあるし、なんか考えさせられるけど、あこれを言ってるんだって突っ込む。いやこっち頭オフにしてると、そうそうそう、わかんない。もうほんと返せないですよね。そうだからちょっとね難しいけど、やっぱ突っ込まないとショーの良さが出ないからまあ大体俺かマチが突っ込んでんだけど、名古屋は全然突っ込まないね。いやそんなこともないですよそんなこともないですけど、だから本当にいつもなんかふざけてますね、ショーは。練習中とかも割とそうだ、ね、小ボケ入れますよ、ね、いやもうほんと小ボケ入れてくるから面白いんだけどそれが面白いですよね。なんかちっちゃい声でボソッて面白いですよねケントはね、ケントこそ真面目っす。いろんなところに対してこだわりが、ね、うん、強いよね。強い、うん、そうイメージが常にいろんなものを自分に取り入れてやってるっていうイメージですね、うん、なんかいろんな人にいろんなこと聞いて吸収力すごいなと思うんですけどね、ケントは。まずやってみようってタイプだよね、うん、それはすごいですね。俺も尊敬するというか、めちゃめちゃいい部分。同級生だよね。ケンと同い年っすね。ケントだけっすね、同い年。じゃあ2人に聞きますけど、最近嬉しかったことありますか。まあ、結構サッカーになっちゃいますけど、まあ、連勝途絶えちゃいましたけど、あの7連勝してたっていうのはすごい嬉しかったですし、今年鹿島に移籍してきて、やっぱ上昇軍団ですし、やっぱり勝つためにこのチームに来てたので、まあ、その中で今年なかなか勝ててなかったので、まあその7連勝っていうのはプロになってからも初めての経験でしたし、まあ、すごく嬉しかったです。じゃあ名古くんは。もうちっちゃいことでいいですか。いいよ。僕朝起きるのまあちょっと早いんですけど、最近3日連続ぐらいで7時半ぴったしに起きれるっていう、うん、えアラームなしでどうですか。弱いないやちょっとエピソード弱いからもう一個もう一個3日連続ですよ7時半に。なんで7時半に起きたいの。あ起きたいです。起きたい時間に起きれるっていう。あどうすか、アラームかけないで。あそうそう
なんで7時半に起きたんやろ。いや、朝早く起きたいから。何すんの朝早く起きて。え、午後練の時もその時間に起きるってこと。あ、そうっす。朝起きて、まあ、顔洗ってなんかめちゃくちゃ弱いけど大丈夫。朝、瞑想してるんですけど俺。え、瞑想どこですんの瞑想って。え、部屋の中。いや、ベッドじゃないです。起きて、起きて瞑想して。瞑想。はい、瞑想。マジで言ってる。毎朝と寝る前。本当にやっと。何分ぐらい。5分、10分ぐらい。え、何を考えるの。何も考えないじゃないですか。あ、考えない。瞑想って多分そうじゃないですか。あ、そうなの。考えずにもうなんか無心でこう、ただ考えちゃいけないってこと。いや、いけないことはないんですけど、うん、もう自分を無にして。無にすんの。ルーティーンみたいな。へー、毎日いつからやってんの。でも今年の4月とか。割と最近。今年の4月でも毎日やってんの。3月はい。すごっ。続いてます。いいですよ結構。え、何がいいの。何がいい。あ、でも気持ち整いますね。本当かよ。ヤオタが。本当かよ。整ってんの。本当本当ね。はい、あれは整ったなって思うことは。あ、イライラしなくなったとこあるかも。全然イライラするタイプ。いや、しないです。あんましないですけど。そうだよね。はい、まあでもいいっすよ。整うんだ。なんか整います気持ち。整う。はい、ぜひやってほしいですねこれは。じゃあ、りょうたくん最近嬉しかったこと。嬉しかったっていうか、なんか最近あの俺ふるさと納税始めて。へえ。最近始めたんですか。最近てか今年初めてやって。はいはいはい、はい、で、めっちゃなんかあのいろいろあるじゃん。ありますね。しかも結構いいやつとかさ頼めるじゃん。はい。で、今までめちゃくちゃもったいなかったなっていう、はいはい、思うんだけど、まあでもそれを今知れてよかったかなっていう。そうですね。だって最近知ったことやないですか。だってさ、そのままさ、あとさ、いや、まあそうっすね。ずっとさ、確かに知らなかったらさ、早い方がいいですもんね。え、そうそうそう。なんかよく頼むっていうか、これよかったなみたいなのあるんですか。宮城県の牛タンはめちゃくちゃうまい。わかります。わかります。いい、はい、一緒かわかんないですけど、やってます、やってます。牛タンは名古屋。僕まだやってないです。やったほうがいいよ。やったほうがいいよ。あ、まあ、あ、やろうとします。やろうとしてるんですけど。なんで最近やろうとしたんですか。え、なんか知り合いに教えてもらって、はい、あ、いいよっていうんですか。そう、やったほうがいいよって言われましたね。税理士とかに僕も言われて、うん、そうっすね。もう割と早めに。めちゃくちゃいい。始めました。マジでみんなやったほうがいい。本当にカニとか。カニありますね。イクラとか、ウニとかありますね。ブドウとか、はいはい、それも結構いいやつなんですか。めちゃくちゃうまい。マジで。そう、だからもうちょい早くしとけばなっていう。じゃあ悲しかったこと。じゃあリュウジは。悲しかったこと、なんだろうな。いや、俺最近ちょっとだけ、お、ある車吸った。あ、知ってる。ってかさっき見た。ちょっと横でしょ。そう。え、でも駐車場止めようとして、うん、見た見た見た。え、今日。いや、今日じゃないですよ。今日じゃない。何日か前ぐらい。でもほんとちょっとだよね。ほんとちょっとなんですけど、ほんのちょっと嫌じゃないですか。まあまあまあ悔しかったです。え、初めてか。初めてです。あ、そうなの。はい、車買ってから初めて。そうっす。全然見えない。初めては。ちっちゃいなんかきつい立ってるポールみたいな。いや、寮の入り口のとこ下すらないですか。え、吸ったの。なんか入り口あるじゃないですか、うん、あそこ、まあ、りょうたくんもセダンで結構低いじゃないですか。吸った。あそこ気をつけないと。マジするんですよ俺。悲しかったこと。それそれでかぶせて。怒ったことある名護。いや、それかな。え、あ、自分に対して怒ったってこと。いや、怒ってないですけど。怒るはないですかね俺最近。リュウジも怒んない。俺も怒んないですね。リュウジ君も怒んないですよ。リュウジは俺の友達がね、本当に優しそうな顔してるって言ってた。言ってました。あいつは顔に優しさがにじみ出てるんだよなって言ってた。普通の友達ですか。俺の普通の友達。サッカー関係なしの。サッカー全く関係ない。あの、ただの同級生なんだけど。逆にりょうたくん怒ったことあります。怒ったことないかな、あんまり。俺も怒んないからね、基本。まあそうっすね。え、サッカーの時ぐらいですか。いや、でもさ、まあ、サッカーの時。でも怒んないよね。っていうか、なんか、まあ、怒るとこ見ないっすよ、うん、多分あんまり生活の中でというか。家でとかは分かんないっすけど。年取るとそういうなんか怒るとかなくなってくるんですかね。いや、そんなことない。怒る人いるじゃん。いつもカリカリしてる人いるじゃん。まあ、いますそんな人。いる。運転中とかさ、めっちゃカリカリしてる。確かに人出ますよね。で、これがあれば俺生きていける。なんだろうな。
携帯とかやってもおもんないですもん ね、 ねつまんないよねめちゃめちゃ面白くないそれが正直携帯あれば生きていけるそうだけど、うん、確かに俺は休み、ああなるほど、おおってなる、うまいっすけどね、ちょっとうまいっしょ、質問に対しては面白いかも、どう、休みがあれば、休みがあれば俺は生きていきます、頑張れるってことですね、要は、いやそっちのあれはうまいかも、うまい、うまい、うまい、めちゃめちゃ嬉しがってる休み何したいんですか、何したいとか、なんか、いや休みがあればってことは、いやその時によって違うけど、はあ、その自分のやってるブームとかあるじゃん、はいはい、でもさそれに向かってさ、うん、練習頑張れたりさ確かに試合頑張れたりするじゃん、はいはい、すごいモチベーションになるじゃん、なごこれだけあれば生きていける、きついなこれ、こんなむずい質問ある、瞑想でいいんじゃないの、じゃあ、いや瞑想があれば生きていける言うて、あでも確かに、いや水だな、水っす、水、うん、水、なんか水って最近めっちゃ飲んでるんですけど、すごい体にいいっていうのをまた最近分かったらしくて、水かな、水があれば俺は生きていける、ダッサダッサいいじゃん、でも正解だよ、まあ、正解ですね、水があれば生きていけるもん、はいはい、まあ食わなくても水あれば2週間ぐらいはそうだよね、なんとかなりますし、なるほど、これはむずいな、水大事だもんね、水は大事っすね、じゃあ最後俺は締めてじゃあ睡眠があれば一生寝てるやん、もう水と睡眠と休みいやでもほんと睡眠って大事じゃないですか、まあ大事だね、確かに寝るの好きなんで、あ好きなんだ、はい、結構8時間とかは絶対寝たい、マジでそんな寝んの、はい、今日とかも9時間ぐらい、えマジっすか、寝てましたね、昼寝もする、昼寝は基本しないしない、はあ、じゃあ夜がっつり寝るんだ、夜がっつりいいっすね、はあ、睡眠だ、睡眠、睡眠と水と休み、休み誰がおらんねんリクシルスポーツザ・セッション